らい の, その熱量を体内に与えることによって劇的な変化が起こったという事例も草の根知ってるんですね。あのお灸がひねりもぐさ学校でも教えてないし、逆に言うとバラバラやし、大座灸がお灸やってそういう文化がそれは違うだろう。民間療法でそこまでやったものが高が50年ほどでほとんどしなくなった。お灸はいいんちゃうかなと。それでいつでも、まあ、どこでも誰でも何回でもできる電子音灸というものを作って広げていきたいと。コンセプトはそういうところです。経営の部分ですね、マネージメントですね、横向いてね、現実実際の話をしたいと思います。柔道整復師です。これにスタッフをつけて3人ね、3人ですぐそこにオープンします。自己資金ゼロからのスタートです。それを、さあお金どうやって借りるかいって話から始まって、資金を調達して3人でお店を運営していこうと思ったら売上どのぐらいいるんでしょうと想像してみてください。これが2月から目の前で見れます。鍼灸院ってどこ見ても同じ名前です。その他はどんな風な戦略性を持って進んでいこうとしているんだろうか。そしてお灸の治療っていうのは温めるっていうところから皮膚を焼くっていうレベルまで段階があるわけです。段階によって相手にする症状が違ってきます。鍼灸院というところはもっと社会に貢献できるんじゃないか。経営って何？この先の人生を考えていくこと、あなたの鍼灸院は5年先10年先までありますか？